はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。アクティバンなんですけど、夏タイヤにね、交換しまして、一回ね、東京の方へ米配達行ってきました。で、150-200キロぐらい乗ったかな、走りましたので、今から増し締めをしたいと思います。はい、これがトルクレンチですね。で、大体10キロちょっとなんですけど、まあ、10キロで締めてあればね、多分緩まないと思いますので。はい、反対側もやりますね。200キロのね、点検終わりました。で、私が、車の運転免許を取りましたね、半世紀前は、今のようにね、トルクレンチなんてないんでね、車載工具のクリップレンチでね、クリップレンチの上に人間が乗ってね、体重をかけてギチギチ締めてましたからね。あの頃から比べればね、今の車は、ホームセンター行けばね、1万円前後で、トルクレンチ買えますんで、まあ正確性、精度はどうかなと思うんですけど、まあね、クリップレンチで人間が体重かけるよりはいいと思いますよね。で、先ほども言いましたように、ネットで調べましたら約10キロだそうです。で、その辺で、締め付けてあります。だから昔はもう15キロとかそのくらい、とんでもないトルクで締め付けてたんだろうと思うよね。で、私の知り合いでも外れなくなったっていうのがありましたからね。どうすんだろうって、もうハブ元そっくり交換になっちゃうんですかね。どうなんかよくわかんないですけど、そんなこと聞いたことがあります。で、あとね、空気圧をね、調整したいと思います。で、これリアバが 3.5 キロなんですけど、今入ってるのは、乗用車用のタイヤです。これ本来はトラックなんでね、トラック用のタイヤの8プライだったかなを入れるんですが、これ夏タイヤ、車検関係なくね、ノーマルタイヤも持ってるんですけど、トラック用のタイヤも持ってるんですが、それは車検用のタイヤにして、通常夏は乗用車用の、ね、タイヤ入れてます。で、今これ入れた時に 3.5 キロ空気圧入れちゃったんですが、
そうですね、2.5 ぐらいに下げたいと思います。で、この普通車のタイヤのね、空気圧ってどのくらい持つのかなってネットでググってみましたら、一応設計上は 3.5 キロ入れてもパンクしないような、破裂しないような設計にはなってるそうです。ただね、3.5 キロ入れて、それで負荷をかけてね、例えば200キロ300キロ荷物を積んで、走ったらどうなるって言ったらね、それはもちろん耐久性が著しく落ちると思うんだよね。そんなことで、この車も年に6回なんでね、まあ、積載量に近い、と今回持ってったのが180キロかな、180キロ積んでったんですけど、まあ持ってくときで大体7体なんで210キロぐらいなんでね、まあ十分積載量の範囲には入ってるんで、まあトラック仕様でなくても、まあ普通車仕様でね、これ確か 2.2 キロだったと思うんですよ。ですから、まあリア 2.5 キロぐらい入ってればいいのかなと思って、ちょっと今から空気圧抜きます。4キロ近く入ってますね。2.5 キロ、リア 2.5 にしました。やっぱり乗っててね、空車で乗ってるとリア跳ねちゃうんでね、はい、ちょっと空気圧を 2.5 に落としました。反対側も 2.5 にしたいと思います。はい、左右ね 2.5 に調整終了しました。それとね、以前たけし農場の YouTube チャンネルで、スタッドレスがね、タイヤが、表皮が剥がれちゃいましたっていう動画を上げたと思うんですけど、その動画のその後です。はい、こんな風に、ね、なってます。はい、今ちょっとね、大きくしてね、分かりやすい画角にしたいと思います。よっこいしょ、よっこいしょ。別に横にしといてもいいのか。よっこいしょ、カメラちょっと移動しますね。よっこいしょ。よっこいしょ。はい、今映ってるね、これがね、以前私の動画で上げました、ブロックパターンがね、剥がれてきちゃいましたっていうタイヤのその後です。はい、でね、もうこのように表面のこのブロックパターンが剥がれて、この中の部分ですね、開いてて
中の部分も剥がれてきました。あ、これワイヤー入ってんだね。そうだよね、刺さってるワイヤーが入ってるんですが、それも剥がれてしまいました。これも完全に空気が抜けちゃってます。もうペコペコ ですね、はい。で、まあ、タイヤっていうのはね、イメージ的にはこう風船みたく膨らましてるんですが、その表面にこういうね、路面に設置するパターンがね、貼り付けてる だけなんでね、うん、まあ、2枚のゴムラバーでできてるという中のその外側のゴムラバーが剥がれてきちゃったっていうのが今回の、トラブルのね、大元です。で、こちらね、あと1本あげますけど、これちょっとなな斜めにして見るとね、はい、多分こう今手前に映ってる方がちょっと一回り同じサイズなんですが、タイヤが大きいです。はい。で、本来ならば、パターンがしっかり してればね、このように、この接地面が大体平らなんですけど、こちらのタイヤは、もう強度が弱くなって真ん中が膨らんじゃってます。これはね、もう空気が抜けちゃって元に戻ったんですが、これ空気抜ける前はこう真ん中がちょっとこんもりした感じ、こんな感じになってます。よっこいしょよっこいしょ、よっこいしょ、よいしょ、よいしょ、はい。これがもう完全に空気抜けちゃってる方ですね。で、こちらはまだね、空気が、入ってます。で、あれ、どれだ、ブロック飛んじゃってるのは、どこだ、どこだ。あ、ここですね。これ分かりますかね。完全にもうこういうブロックが剥がれちゃってます。これなんかね、こういうふうに、指でね、こう動いちゃいますんでね、これも多分、まあ、接着剤みたいのでね、ペタッとくっつけて、まあね、熱処理みたいのしてるんでしょうけどね、まあ、どういうふうにやってるかは、自分もタイヤメーカーじゃないんで分かんないんですけど、このパターンが完全に飛んでます。このようにね、もう抜けちゃってますよね。だからこれ多分自然にポロッと落ちて、風で飛んでっちゃったんだよね。だからこれなんかももうちょっと置いておけば、よいしょ、置いておけばね、これがポロって剥がれちゃうんじゃないかなと。そうすると最後にはもうこのブロックパターンで、パターンでね、こうギュッと押さえつけてたものがなくなっちゃうんで、これがだん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 外に広がってっちゃって、ね、空気が最後は抜けてしまうというようなことになるんじゃないかなと思います。で、まあ、このタイヤなんですけど、まあ、経年劣化っていうのもあるんですが、まあ、私がね、まあ、トラック用のタイヤとして、ちょっと空気圧を多めに入れてたというのもね、こういう事象になった原因だと思います。だから、まあ、メーカーばかり責めてもね、申し訳ないよね、規定の空気圧よりも多めに空気を入れて、まあ、タイヤがその空気圧に負けてしまった、それなんかも要因だと思います。ちょっと今空気圧測ってみましょうか。何キロまで入ってるか。多分特にひどかったのが、リアじゃね、日本なんで、たまたまその年後ろ側につけたタイヤがやられたんじゃないかなと思います。よいしょ。あ、でも2キロぐらいですね。まあ、空気抜けちゃってますからね、空気が抜けて2キロになってます。ちなみにだから元は 3.5 ぐらい入ってたんだと思うんだよね。よいしょ。はい、ちなみにこれは見た目は変形がそれほどひどくないタイヤです。これで何キロぐらいだろう。あ、これで 1.5 キロぐらいですね。まあ、だから同じ率から言えば
やはり減少利率っていうんですか、から言えば多分、まあ、これはもう想定の領域なんですが、こちらの方がたくさん入ってたのかなと、空気圧がね。で、大体半年放置すると1キロぐらいまで減っちゃうんでね、まあそのくらいまで減るのにはやっぱり3キロとかね、3.5 キロ入ってないと減ないのかななんて思っております。はい、そういうことでね、まあ今回ちょっとこういう実験やりましたけどね、半分はメーカーさんの責任、半分はまあユーザーの責任っていうことでね、やはりメーカーさんの指定空気圧っていうのは守った方がいいよね。まして高速でバーストなんて言ったらね、えらい事故になっちゃいますんでね、今回はたまたまもうすごい乗り心地が悪くなってね、あ、これは異常だって気がついたんですけどね、そのまま高速入っちゃいますとね、えらい事故になっちゃいますんでね、まあ日頃の点検とやっぱり規定空気圧は守るっていうのがね、まあ、これは自分の命とかね、他人の命を守ることになりますんでね、しっかりそういうことも守って、より良いね、車ライフを楽しんでください。はい、そういったところで、アクティバのね、車の点検ですね、あ、タイヤの点検かの動画終了になります。はい、お付き合いありがとうございました。